皆さん、どうもこんにちは。決戦沼市協議委員会の及川と申します。この度は本法案をお招きいただきまして大変ありがとうございます。まあ、プレゼンに先立ちまして、まず一言ですね、この度の東日本大震災に際しましてですね、本当に日本中の多くの方々、もちろん京都もですね、多くの方々からですね、温かいご支援、それからお励ましをいただきまして大変ありがとうございます。この場を借りてですね、御礼を申し上げたいと思います。と同時にですね、今回ここに来た一つの目的としてはですね、私どものこれから報告するですね、経験がですね、ぜひ今後のですね、日本の防災あるいは世界のですね、さまざまな防災教育地域づくりにですね、一つでも二つでも参考になることがあれば大変嬉しいなと思って、参りました。まあ、30分足らず短い時間ですけども、ぜひお付き合いいただきまして、一緒にですね、今後の我々の復興の道筋を考えていただければなと思います。復興と簡単に言いますが、実は復興ではありません。まだですね、現地はまだ復旧にも至っておりません。まあ、東日本ではまだそういう状況なんですが、西日本の方ではですね、日々多分日常の中でですね、少しずつその記憶が薄らいでいるのかななんていうことも心配しながらプレゼンさせていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。まずですね、震災の話にいきなり入る前にですね、ある種日のといいますか、震災前のプレーの時代の気仙沼の地域の状況、それから教育の状況についてお話しして、震災の話をすることがコントラストがはっきりしてですね、あるいは今後の道筋を考える上で非常に、考えやすいのかなというふうに思いますので、若干簡単にですね、ご紹介したいと思います。まあ、ラジブ先生の話でありましたように、気仙沼は三陸のですね、沿岸、国立公園のですね、南玄関口の、まあ、ある種の気仙沼ですけれども、こういうですね、森と川と海がですね、コンパクトに、揃ってまして、まあ、リアスの美しい景観を有するですね、観光と水産の町でありました。まあ、その中でですね、気仙沼では震災前ですね、その持続可能な地域と持続可能な地域づくりを目指してですね、さまざまな取り組みが行われてまして、まあ、森読みの恋人運動と、まあ、京都大では知ってる先生が多いかもしれませんね。なぜかというと、この推奨者は京都大のね、客員の教授になんかなってるようですので、まあ、そういうふうな20年以上ですね、漁師が山に木を植えると、まあ、20年前は誰も想像もつかなかったことですが、今や大変メジャーになりましてですね、まあ、皇室も応援するくらいのですね、非常に大きな運動になっております。これは森と川と海をトータルにですね、漁師は海だけを見るのではなく、あるいは農民は田んぼや畑を見るのだけではなく、山の人々は森を見るだけでなく、それが循環している一つのですね、生態系を織りなしているという、そういうふうなインタラクティブといいますか、非常にこうつながっているというふうな意識が重要だということです。それから気仙沼は徐々にですけど復活しつつありますが、まあ、かつてはですね、シーフードですね、まあ、水産物を加えるには非常に事欠かない、非常に豊かな食材豊かな町でした。そういう食材豊かなですね、町づくりを目指して2003年にですね、スローフード都市宣言というのを行いました。で、これは日本で初めての宣言、都市宣言でありまして、まあ、地産地消とかですね、フードマイレージ、いろいろな問題言われてますけども、地域の食文化も含めてですね、単なる食教育ではなくて、ある意味食を通したですね、持続可能な地域づくりを目指したということであります。で、さらに、気仙沼は言うまでもなく国際水産文化都市というのを標榜しております。まあ、ここに映っている子どもたちはかつての私の教え子たちなんですが、まあ、マグロ船に乗って出船を送っているところなんですけれども、このマグロ船かつては世界一の船籍保有数を誇っていました。まあ、最近資源の枯渇がありまして、気仙沼はその持続可能性を考え、自ら身を切って厳選をしてですね、海洋資源条約を守りながら、その水産活動を進めてきたわけですね。まあ、ですが、この船は世界の7つの海を駆け巡りながら、気仙沼にですね、日本のタンパク源である水産物とさまざまなそういう交流文化をもたらしてきたということで、こういうことで行ってきました。まあ、そういうふうなフードバックグラウンドがありまして、我々、学校現場、教育現場でもですね、やはり、子どもたちに
ですね、体系的に地域に根ざし地球的な視野を持ってですね、ふるさとを愛しながら世界に貢献できるというふうな子どもたちを育てようということで、まあ、国連が2002年に満場一致決議したエデュケーション・フォー・サステナブル・ディベロップメント、すなわち ESD というものをですね、町で、ぐるみで推進してきたというのがあります。で、学校でもこのようにですね、学年で、プログラムを組みまして、まあ、体系的にといいますかシステマティックにですね、地域とか専門機関それから海外とも連携しながらですね、環境や国際理解やあるいは職やあるいは福祉あるいは防災そういうふうなさまざまなアプローチのもとに、豊かな学びを創造しようということで取り組んできたわけです。まあ、それがですね、ESN の10年ですね、ディケイドが始まる10年、14年が最終年度なんですけども、日本で国際会世界会合が開かれますが、その10年の初年度2005年にですね、まあ、ESD を推進するためのモデル、まあ、拠点としてですね、世界の7カ所の一つとしてですね、我々気仙沼を含めた仙台広域圏グレーター仙台ということで国連大学から認定をされております。まあ、今現在世界で88くらいあるという話ですが、その一番最初が我々の地域であったということです。で、学校現場でもそれと気を一にしながらですね、やはり公教育がやはりその本丸であるというふうな認識のもとにですね、まあ、ESD を進めるリードエージェンシー推進機関がユネスコということもありですね、そのユネスコが推奨するというか認定するですね、ユネスコスクールというのがございます。京都にはまだ1校か2校しかないと聞いておりますが、隣の奈良にはたくさんありまして、気仙沼には実は35校あります。これはその ESD を本格的に始めた2006、7年頃に認定を申請をし認定を受けたということです。まあ、現在35校というのは日本で一番多い数でありますし、パーセンテージで言えば気仙沼学校の 95% 以上がユネスコスクールになっているということで、これを一つの切り口にして、ある意味一つの手段としてですね、この ESD をですね、進めてきたというふうな背景があったわけです。ところが、悲劇はある日突然訪れまして、まあ、言うまでもなくですね、3.11、午後の2時46分、最後に紹介します当時には、2時46分で時計の針が止まったままだという一文がありますが、まあ、ある意味そういう状況が今でもあるのかなというふうには思っております。まあ、マグニチュード最初は 8. いくつと言ったんですが 9.0 に修正されまして、まあ、揺れは5分以上続きました。私も経験したことのない揺れと長さでした。いつ終わるんだろうと、地球が壊れるんではないかというふうな思いでですね、まあ、体育館で先ほど紹介あったように卒業式の練習をちょっと見てたんですけども、まあ、いくらですね、待ってもなかなか揺れが収まらずですね、まあ、自分の身で子どもを守るなんていう全然役に立たないような行動にしか出るしかなかったという状況であります。まあ、その後どうにか無事に避難させ校庭で真ん中に集めてたんですが、その30分後にですね、まあ、今までも経験したことのない大津波、まあ、想定内か想定外かという話がありましたが、先ほどですね、まあ、少なくとも見たことがないと経験したことがないというふうな津波でありました。まあ、その後火災も発生しですね、雪も降ってくるというふうなことで非常にですね、今でも生々しく覚えております。これがですね、その時の気仙沼の津波で浸水した地域であります。これは気仙沼の地図なんですが、ここに大島という島があります。で、実は伝説でですね、日本昔話に出たんですが、大島が3つに分かれるという伝説があって、私も10年以上前にテレビで見たことがあったんです。あ、そういうことも伝説もあるんだなとその時は思いましたが、実際大島は3つはなきゃいけませんが、この2つに分かれてしまいました。つまりこっちから来た波とこっちから来た波が島を乗り越えて中央でぶつかって2メートル以上も盛り上がったというふうなことであります。で、もちろんこの市の中心部もですね、このような形で、まあ、大体市街地はこういう感じで市街地になってるんですけども、まあ、見て分かる通り半分以上がですね、浸水をしたと。特にこの北の方、獅子尾地区というんですが、ここは津波のみならずですね、その後大規模な火災が発生しまして、もう非常に悲惨な状況になりました。これがその後の港の様子なんですが、ここが海で、ここが陸で、ここが市場なんですね、魚市場なんですが、まあ、これは被災間もない時の写真ですが、
基本的に今もこの状況は変わってないんです。変わったのはこの瓦礫がなくなっただけで、この地盤沈下1メートル以上した地盤沈下はそのままで、まあ、夕方の満潮になると水がこうやって溢れて入ってくると。で、まあ、道路だけはかさ上げ1メートルくらいかさ上げしてですね、道だけはどれか入れるんですけど、その道も途中で水がかぶってしまうというふうな状況です。で、これが獅子折地区の火災です。先ほどのビデオですね、もっと早く私も見てればちょっとあれです、ね、非常にあれはリアルで言い合ってる部分もありますが、ただまあ一言言っておくとあれ以上だなっていう感じはします。まず先ほど石油タンクがぶつかって漏れるという話がありましたが、実際はぶつかって漏れたんではなくてね、石油タンクそのものが津波で浮いてですね、どんぶらこどんぶらこと桃太郎みたいにですね、湾の中を行ったり来たりしてですね、それが漁船とぶつかったり町とぶつかったりしながら、まあ、油が流出し、それに引火してですね、こういう火災になった。あるいは陸上でもプロパンガスが結構いっぱい気仙沼で使われてるんですが、それがまた浮いてですね、どん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 ホースが切れて、そこからガスが噴き出してそれに引火してというふうなことで、これを鎮火するまでに大体東京消防庁から50台くらいの消防車来たんですが、手がつけられず2週間くらいほっとくいっぱなしで、どうにか鎮圧に近いですが、制圧できたのはそこからまた出てくるんですね、2、3日経った火がですね。で、完全に制圧できたのは大体1ヶ月近く経ったかなというふうなことになります。で、それが焼け跡でですね、これ有名な船で多分しょっちゅうテレビに出てくる船なんですけども、これまあ陸から大体1キロくらい、1キロ弱くらい離れてるところで、ここに駅があったんですか、ちっちゃい。その後にこう焼け跡にこの船が乗っかっているという状況です。現在これをモニュメントに残そうかどうかという話が出てるんですが、まあ、それこの船に家とかね、壊された方もいらっしゃるので、そういう方々の心情を察してどうしようかと今いろいろ議論が出ているところであります。まあ、そういう中で我々特に私なんかは学校現場、あるいは今でも教育委員会の教育現場に近いところにいますので、ちょっと教育現場、学校現場から見た状況をお話ししますと、まずこの3つとも分断されました。ライフラインはすべてダウンです。地震の後ですね。で、津波来て、もうさらにそれが拍車をかかったと。で、その後通信網は全くダメと。だから先ほど3メートルの津波を6メートルに修正するのにどうのこうのって話ありましたが、あれ現実的にはですね、我々には一切情報入ってこないんですよ。皆さんは知っているでしょうけども、いる本人たちは一切その情報はありません。何一つ通信ができない状況ですね。それから、まあ、3メートルの津波のという話でさえも実は知らなかったというのが本音です。で、それから交通もリアス式というのはこう湾に入り江に降りながらこう道が行ってますので、先ほど45号線が高台にあると言いましたが、それは岩手県のですね、傾斜地の高台を走っているところはそうかもしれませんが、大体1回こう集落ごとに下がるんです。その下がったところが全て津波で分断される。ですから私の学校も全く孤立状態ですね、何も情報もないものです。つまり情報がない中、その行政とか教育委員会との連絡不能ですから、まあそこの教訓をどうするかということがこれから重要かと思います。すなわち学校現場にはですね、孤立した中で子どもたちやその地域の住民をどう守るのかというふうな判断、危機対応がですね、それぞれの現場に突きつけられたということなんですね。まあ、そういう中で私たち各学校はですね、中心に一生懸命子どもたちを守ることで頑張りました。例えばある学校は一時避難校庭に逃げたんですが、津波がそこを湾から海から2、3キロ離れたところなんですが、まあ、平地低地だったために校庭まで押し寄せてきてですね、そこで高台の線路に逃げたんですが、そこにもちょっと危ないと。で、近くの工事現場に逃げたんですが、そこに何百人も入れるわけないと。で、さらにお寺に行ったんですが断られですね、さらに川を渡ってまた高台のお寺に行って5時避難くらいまでしてようやく子どもを守ったというふうな学校もあります。私の学校は幸いにもですね、高台にあったためにここにまず一番安全だからとどめようと、様子をとどめて、小康状態になるまで待とうという話でいたんですけども、まあ、保護者が殺到しまして、まあ、返せ返せという話になるんですね。やっぱり今までの我々のそういうふうなこの危機対応の時には引き渡しの一つの念頭に置いていたんですが、あの時はどう考えても学校が高いというかにあって子どもの知能が低いわけですね。あの時引き渡すということはある意味津波に向かって返すということになる、まあ、そういうことで必死に説得しながら暗くなるまで待ってですね、結構親御さんからは抗議をされたんですが、まあ、とにかく、まあ、ここはということで、いろいろ説得なだめすかしですね、暗くなるまで、証拠状態になるまで、
ておきました。まあ、実は市内の学校ではそういう中でどうしてもやっぱり保護者っていうのは親権、親の権利を持ってますので、まあ、そういうふうに改正というふうに言われた場合にはやっぱ公式ではない部分もあると。そういう時にやはりある学校は返さざるを得ない状況になりですね、その会社の中の何人かが不幸なことに津波に遭遇して犠牲になったという例も実際私の市だけでなくて各地にはあったということですね。ただそれは結果論として返さなければいいだろうという話は結果論として言えるんですけども、ただその状況で返すべきか返さざるべきかというところは非常に難しいものです。学校に置かれた条件、つまり低い土地にある学校と私のように高いところにある学校でまた違うわけですよね。そういうところも今後ですね、きちっと検証してですね、防災教育含めたそのマニュアル、避難マニュアルを作っていかなきゃいけないというふうに思います。あと反省点として返せと言われるのも当たり前なんですよね。学校がですね、避難場所になってないところに避難してきた避難民もたくさんいますし、あと避難場所になっててもですね、ある一箇所にその毛布なり食料を備蓄して、そこから配るシステムをしていたために、さっき言ったように途中で分断、交通網が分断されて、その物資が避難所になかなか届かなかったと思います。だから学校には毛布ない、発電機ない、食料ないという中でやはり何泊もそこでするというのはなかなか厳しい状況、まあ、そういうようなことで、そういうさまざまな制約された条件の中で我々は最善の判断をどうすべきかということが突きつけられたわけです。でもですね、先生方は本当に頑張ってくださいまして、学校管理課内、つまり我々の手元にいた子どもたちの中で決戦の間では誰一人命を落とすこともありませんでした。ただ先ほど申しましたように、その日休んでいた子どもであるとか、次の日が卒業式だった中学校ですから3年生が早く帰ったんですね、という子どもであったり、あるいは早退した子ども、不登校で引きこもっていた子ども、そういうふうな子どものうち何人かがですね、犠牲になったということは非常に大きな我々のなんて言ったんですね、まあ悔いなので、まあ、その辺はしっかりと検証していきたいと。でこれは気仙沼工業高校というところなんですけれども、これはかつて水産高校だったので、海の近くにちょっと、海の近くにいても結構、まあ、何百メートルか離れてるんですが、これはこのように、まあ、3階まで壊滅、あるいは4階の一部も壊滅していました。まあ、校庭で部活動をしていた子どもたちは、走って避難所に、引率教員とに逃げたと。ですがそこの一時避難所もですね、津波が押し寄せてきて、さらにまた数キロ離れた二次避難所に逃げたと。それでまあ助かったと。で職員たちは入試のデータを守ろうとして、実は前の日が入試だったらしいんですが、逃げ遅れてしまいましてですね、屋上に逃げるしかなかった。ところが屋上に逃げたらば、まあ、近くの地域住民も5、60名集まっててですね、バッと そこから外を見たら、まあ、一面、まあ、津波が押し寄せてくるわけですね、高くなってですね、津波って波じゃないですから、海が盛り上がるんですね、何メートルもそのまま、海面が。で周りがもう全部まあ、海になってしまった。で、その中でもまた高い波が来てですね、この校舎の屋上よりも高い波が来たそうです。まあ、そういう時でもうこれで終わりかなというふうに覚悟したというふうに言ってました。まあ、直接聞いたんですけども。ところが、ちょうどこの校舎の脇をかすめて、行ったらしくてですね、偶然助かったと。で次の朝見たらば、まあ、まだ一面、まあ、水は引いてなかったんですけども、偶然にも漁船がですね、流されてきて、その校舎の一部にこう引っかかれる感じで流れてきたと。でそれを捕まえて、それに乗り移って、ヤギの私みたいに漕いでですね、何往復かして、50人全員が避難したというふうなことであります。でこれは一例でありまして、そのほかですね、もうヘリコプターで一人ずつですね、幼稚園児がですね、釣り上げられたりですね、お年寄りが釣り上げられたりということで、もう1夜2夜を過ごしたなんていう、そういう映画みたいな世界も結構あったわけです。でこれがですね、その学区の状況で一番ひどかった獅子折、火事があった獅子折小学校というところの学区で、まあ、その校の校長先生、私前一緒に勤めたこともあって、私もすぐあと自分が脱出できてから見舞いに行ったんですけども、案内されまして、見た光景がこれでありました。まあ、とにかく学区そのものが、あるいはその集落というんですかね、コミュニティそのものがもう流してしまうというふうな状況の場所がいくつもありました。まあ、町の通りなんかもこのような状況でですね、非常にこう、まあ、厳しい状況でした。特に車も多く流されてしまい、その後ガソリン不足が深刻でですね、車がないかあっても乗れないということで、みんな歩いたり、まあ、自転車で、移動するしかないと。で教職員たちも
徒歩や自転車で何キロも先から通勤してきてですね、電車の通らなかったトンネルを歩いてきてですね、そういう形で、来ました。まあ、私の車はちょっとハイブリッドのものですから、特別前に競技委員会でいたということもありですね、伝令を兼ねてですね、あの緊急車名してくれということで交渉しまして、なきなしをガソリンを少し分けてもらってですね、職員たちをローテーションを組んで、特にあの通勤距離が長くて、遠い市外から遠い学校だったものですから、行き番、泊まり番、帰り番みたいな形でですね、送り迎えをしたということもありました。でそういう中で、教職員に求められる一つの役割、ミッションとしては、このようなことがあったんですね。まず安否確認というのは重要ですし、それだけでなくてですね、やっぱり支援物資、本当に不足してましたので、物資が不足してます、そういう支援物資の受け入れをどうするか、まあ、それを入ってきたらば配布をするとか、避難所そのものに、本来ならば非職員が対応するというマニュアルはあったんですが、あまりにもですね、避難所の数が多く、避難民が2000人、3000人と来るわけですね。そういうふうなところで対応しきれないというふうなことで、まあ、それから学校行事、臨時休校をやったり、卒業式もやるというふうなことであったりですね、さまざまな課題がありました。まあ、例えば、これ、ある学校の校長室の前に、どこからか分からないですけど、車が突っ込んできてるんですけども、これは落成して3ヶ月後の新しい学校ですね、木をふんだんに使った非常に目新しい学校だったんですが、被災してしまいましてですね、この泥出しとか修復についてもですね、やっぱり一義的には教職員が自ら行わなきゃいけない。まあ、いろいろ頼もうにもですね、頼めないという状況ですね。まあ、その後、地区の方とか、ボランティアの方とか、そういう方々で協力してもらったというふうに言っています。まあ、この学校、今2回以上使って学校を再開しています。それから、被災1週間は本当に、孤立しましたので、行政からの支援物資もなかなか届かず、自衛隊もなかなかやはり入ってこれなかった。そういう時で一番最初に入ってきたのはどこかというと、実は米軍だったんですね。米軍が別系統で全く独自にですね、自分の判断でヘリコプターでバンバンこう空母とともに来たわけですね。ただ我々としてはそれがどういうふうなことかあまり情報が入ってきませんでしたので、ただ目の上を飛んでるらしいと、じゃあちょっとそういうどっかに降りてるらしいという情報もちょこっと風の通りで入ってきたので、で職員に言って丸書いていいしかないって校庭に書かせたらば、実際降りてきたんです。でそこでいろいろ交渉してですね、最初はこういうちっちゃい袋だったんですが、そのうちですね、これが足りない、医薬品が足りないとかですね、お年寄りのためのいろいろな衣類であるとか薬であるとか、そういうものが足りないとか、お母ちゃんの粉ミルク足りないとかっていう話をしてですね、いろいろそこを受け入れ基地にして、あと地域に配るということも行いました。あと避難所もこういう形で体育館が避難所になりましてですね、非常に各学校がですね、紅白幕があるのは前の次の日本当は卒業式だったので、会場作成をして紅白幕をつけているというふうな状況であります。まあ、ここにもですね、学校の教員がですね、それぞれの地域地区で、対応に当たったということです。でいよいよ学校再開に向けた話なんですけども、学校再開に向けては一つ一つの問題課題をどう潰すかということが非常に重要なことでした。ここでこれは主なものを書いたんですが、これだけではなくてたくさんあったんですよね。ただ学校を早く再開させないとですね、先ほどもお話がありましたけども、地域が回っていかないと。学校というのは地域の一つの、まあ、言い方は様々ありますが、灯台というふうな言い方もあるでしょうし、学校は地域に浮かぶ船だという言い方もありますが、学校教育がですね、回ることで地域に安定感、安心力、それ復興に向けての推進力を与えるというふうなことです。ところが実際ですね、子どもたちはもう中でガラガラ動いてますし、県外に、あるいは市外どころか県外にも移動している状況があります。あるいはライフラインは未だなかなか学校にも復旧してない。でそういう中で学校が崩壊してますので、いろんな避難所に子どもたちが分散してしまってですね、なかなかその足というか学校に通う交通手段がない。瓦礫の中を歩いてこいとも言えないし、浸水しているその通学路を通ってこいとも言えないし、何キロ先から親に迎えに送ってきてくるという、車もガソリンもないですから、そういう状況もない。まあそういうふうなこと、それから給食、これも重要なんですね。実は避難所での食生活となかなかその当時はまあおにぎり1個とかね、
甲板とかという状況もありましたし、その後少しずつ改善はしてきたものの、十分な状況ではなかった。そういうと子どもたちが学校に来て、例えば1日過ごすのに給食がなければ午後まで授業もできないし、午前中返したところでもまた食料的なところでは問題がある。でいち早くこの完全給食に近い形でということで調理場といろいろ交渉しですね、まあ、調理場の職員から聞き取りしたところできないということで、まあ、大合唱が起きてですね、そのできない理由を挙げてみろというのは獣医師さんが持ってきましたけど、ただそれではそれとして、じゃあそこをクリアしていかにできることを考えましょうというふうな話を投げかけてですね、彼らもプロなので一生懸命頑張ってくれて、ほぼ大体1週間学校始めて1週間近くで完全給食に近い形に持っていくということもあります。すなわちこういう中でですね、我々は完全な復旧の中で学校を再開しようということについてはなかなか難しい。今でも多分完全な復旧まで行ってないです。ですからある程度まで復旧がスピードが鈍くなった段階で、やはり学校を再開するメリットの方が大きいだろうというふうなことで再開に踏み切ったわけです。まあ、これがスクールバスの一つの朝の風景なんですけど、初めてのスクールバスでした。まあ、これもなかなか課題があってですね、予算が出てきてないとかっていう、まあ、市当局の話で、まあ、最終的には文科省と直接交渉をしてですね、学校再開にギリギリ間に合わせて、私が避難所、多くの避難所をこう巡ってですね、多くの学校に子どもたちを効率的に送り届けられるような路線図をいろいろ地図をにらめっこしながら書いてですね、3つか4つ路線図作って、でバス会社に交渉して走らせたということです。でここで一つ言いたいことは、この学校へ通うなんてのは当たり前のことなんですね、普通日本では。多分京都でも大阪でもそれは当たり前でね。ところがあの時の気仙沼は、あの時の被災地はそうではなかったと。だから給食を食べるのって当たり前ですよね。だから当たり前のことが実は当たり前じゃない状況っていうのがあるわけです。それをどういうふうにですね、一つ一つトラブルシューティングなのか、プログラムソーリングなのか分かんないですけど、とにかく問題を解決しながらですね、やっていくかということが重要。まあ、その象徴に子どもたちは久しぶりに友達に会えるって喜んでバスに乗りましたが、でバスから手を振ってますが、これを見送っていた親たちはみんな涙を流していくんですね。で現状としても完全でないっていうのは一つの例がこれなんですけども、まあ、中学校のほぼ全ての校庭には仮設住宅が建っております。で小学校の一部にもこういう状況だと。ですからこの限られた状況の中 でその当時は体育館にも避難民が入ってましたし、教室までも入ってました、学校再開したときに。でもそれは地域住民と折り合いをつけながら、お互いに話し合いながら、やっぱり共生していくしか方法はないわけですね。やっぱそういう中で学校をスタートして、いました。でまあ、多分被災地では一番早い4月21日に気仙沼小中学校は一斉に学校を再開しました。まあ、その後先ほども話にあったように夏休み前後4日間、合計8日間を短縮して、他の地域あるいは他の県の学校の授業日数に夏休みが終わる時点で追いつきました。ここで一つ説明したいのは、なぜ学校を一斉に再開させたのかということなんですけれども、これには一つ大きな理由があるんです。実は他の市町村だけ時間差でというか、その被災状況に合わせて再開したところもありましたが、まあ、早くというのは先ほど説明したんですが、一斉にというのは実は気仙沼の中でも、あるいは気仙沼のから出ても子どもたちが中で大きく動いてるんです、転校してるんですよね。そういう中でもし被災している学校を含めですね、中でバラバラに学校を再開したならば、子どもたちの学生の学習の進度とかですね、学力に何ていうかですね、不均衡ができてしまう。まあそういう意味でどこに転校してもですね、そういうハンデを負わないように学習進度をシンクロさせるというふうな意味でですね、まあ被災してない学校には少し待ってもらい、被災した学校にはある程度無理を申し上げて学校を再開させたというふうなことがあります。まあ、その結果気仙沼は今どこの学校、日本中のどこの学校とも同じ状況の学習進度を確保できたということもあります。まあ、そういうことも含めて学習支援であるとか心のケアであるとかですね、学校の正常化をいち早くやろうということで取り組んできたわけです。
まあ、それもですね、こういう形で全国各地から支援物資をたくさんいただいてですね、励ましのメッセージをいただきました。これもですね、ESD 含めていろんな学校と交流したり、世界と交流したというのがあります。で、世界からもこういうメッセージが届きてまして、それが一つの子どもたちの励みにもなっているということであります。で、今後の方向性としてはですね、ここの一番下に書いてあるように、さまざまな事業をですね、展開しながらですね、さまざまな施策をやりながら、多くの支援と絆に支えられて、子どもたちにやはりこれから復興に向けて、あるいは自分たちの未来を切り開くことに向けた希望を与えたいというふうなことであります。単なる心のケアというその対処療法の修復的なニュアンスも重要ですけども、プラスこのリジエンスと言われるようなんですね、しなやかな心、折れない心をですね、ぜひ子どもたちにつけていきたいなということで、今子どもたちもこういうふうなさまざまな活動をしながらですね、それに向けて頑張っているところです。最後に1分だけ時間をいただきたいと思うんですけども、今後我々の未来に向けた教育の方向性です。これは震災復興計画にも絡む部分があります。一つはやはりですね、地域との連携という話がありました。それが軸になっています。今回コミュニティの大切さ、コミュニティのつながりがいかに重要かというのは、この防災、今回の震災含めてですね、防災だけでなく地域づくりも重要だなということを感じました。一つはやはり防災教育を地域と連携して行うべきだろうと。で、連携する意味としてはやっぱり自助という部分と共助、ここを鍛えなきゃ、自助共助公助とありますけれども、やはり自分たちで判断してですね、子どもたちが自分の身を守るということをきちっとやらないと、先ほど言った犠牲者が出た部分をですね、リカバーすることはできないだろうと私は思っています。特に魔の時間帯とありましてですね、大人も保護者もそれから学校の教員もですね、手を出せない部分があるんです。それはいつかというと登下校時です。ここは全く子どもたちが自分たちで自分の身を守らなきゃならない部分になってくるんです。まあ、そういうふうな問題解決の防災訓練も私が前にいた学校ではやってました。やっぱそれが今回の震災では生きている部分もありますし、今後そういうふうなことをしていただける。で、橋上中学校にあるようなその地域と連携したり、まあ、大学と連携したですね、先ほど東北大学の話で出てきましたけれども、そういうところと連携した防災教育もさらにシステマティックに行っていかなきゃいけない。それから今回の気仙沼震災復興計画のテーマは何かというと、ここに書いてあることです。海と生きる。つまり自然の脅威によってですね、自然の大きな公式な力によって今回我々は大きなダメージを受けたわけですが、でも結局我々は海と生きるしかないという道を選択せざる。やっぱり自然と共生した暮らしというものをどうこれから作っていくかと。で、さらにはその恵みを生かしたまちづくりを進めていかなきゃいけない。これから新たな企業誘致とかいろんな部分も考えられるでしょうけど、なかなか実現的には難しいだろう。で、伝統文化、ここの部分を津波でですね、やられたのは施設とかそういう経済的な部分だけではないですね。こういうふうな伝統文化の部分も実は震災でやられている。で、さらに地域の人材を生かしてですね、国際理解、これも進めていかないと、先ほど言った我々が今回世界の人々に助けられ、支えられて進んでいることもですね、さらに実感しながらやっぱり地球市民を育てていきたい。で、それをさまざまな形で交流してですね、進めていきたいというふうに思っています。で、最終的には子どもたちに未来をデザインする、そういう力をつけていきたい。今こそ実はこれは震災前から取り組んでいたプログラムであったりプロジェクトであったりするわけですが、今こそこれが重要な時がないんではないかなというふうに思っています。これをどう我々としてもう一度子どもたちの中で、あるいは学校現場の中に息づかせるかということが大きな課題かなと思っております。そのためにいろいろなさまざまなセクターとですね、機関とつながりを持ちですね、やはりグローバルなネットワークを持って進んでいくというのが我々気仙沼に残された道なのかなというふうに思っています。時間少しオーバーしましたが、最後にこれを読んでいただいて終わりにしたいと思います。これは先ほど紹介した防災教育を特に一生懸命やっていた橋上中学校というところで、これは阪神のですね、神戸の防災甲子園でも大賞を取るくらいの学校でありました。ですがこの学校でも残念ながら早く帰った卒業生が犠牲になり、その卒業式ではその多くの避難民の中で、その犠牲になっ
ったお父さんが写真を抱きながら卒業式を迎えました。まあ、そこで述べられた当時の一部です。これは NHK のニュースとともにですね、 YouTube にアップされまして、全国各地で大きな反響を呼びまして、その後文部科学白書にも全文掲載されるというふうなことで、これはその一部ですが、まあ、本当に無謀すぎる状況なんですけども、本当に辛くて苦しくてたまりません。その通りです。で、彼らのやった頑張りとか状況が分かるだけに余計その気持ちは分かります。だ、最後に、のこの文章ですね、しかしというところで、やはり我々の使命というのはこれを乗り越えてですね、前に向けて、進んでいくということだと思います。まあ、私の話した中身がですね、皆様のどれほどの参考になったか分かりませんけれども、まあ、気仙沼をあるいは被災地をですね、今後も忘れることなくですね、いろいろとご指導のほどよろしくお願いしたいと思います。今日は大変ありがとうございました。